どうも、お花です。それじゃあ今日も適当に喋っていきたいと思います。先週1週間ね、ちょっと動画が更新できずで申し訳ございませんでした。ちょっとね、社内の方で昇格試験があって、そこのまあ勉強だったりとか、面接の準備に時間取られちゃってたんですけど、まあそれが一旦落ち着いたんで、また動画再開しようと思います。でさ、ゴールデンウィーク終わって、すごい世間が、退職代行の話題で溢れ返ってたじゃん。で、それを見てね、すごい思ったのが、ちょっとね、こういう言い方すると老害っぽく取られちゃうかもしんないんだけど、やっぱね、仕事をする前に学生時代のうちに一回でも辛い経験をしといた方がいいなって思ったのよ。なんでかって、割とさ、今の時代は辛い状況をさせないだったりとかしない選択をできるような世の中になってんじゃん。それはそれでいいと思うのよ。そこで精神的なね、ストレスだったり負担がないから、辛いことをしないっていう選択も楽でいいじゃん。なんだけど、どうしても社会に出ると理不尽な目に遭うことって絶対にあんのよ。それだけは避けられなくって、最近はね、会社もすごいハラスメントに気を使ってるところも増えてきて、いい傾向にはなってるけど、でもその取引先のさ、お客さんの会社側がすげえ理不尽なことを要求してきたりとか、ハラスメントしてきたりとかもするじゃん。ってなると、やっぱり予期せぬ理不尽な目に遭っちゃったりすんのよ、仕事してると。どうしてもってなった時に、今まで理不尽な目に、辛い目に遭ったことがない子たちが初めての理不尽さをさ、社会に出てから経験しちゃうと、そこで一回折れちゃったりするとね、そこ立ち直るのにすげえ時間がかかっちゃうのよ。まあ、例えば鬱になったり転職したりとかってさ、回復するまでに次に進むのに時間かかっちゃうじゃん。でも何か社会人になる前に辛い目に遭っておけば、あの時に比べればまだマシかな、みたいな、そういうね、心の支えになって強い味方になってくれんのよ、その今までの辛い経験が。何度かね、仕事で理不尽な目に遭ってきたけど、そのたんびに高校のバスケ部時代の監督のことを思い出すと、やっぱそこで、まあ、あの監督に比べれば今回はマシか、みたいな、踏ん張ることができたから、当時はね、現役時代は、あんだけ努力しても公式戦一試合も出れずに引退して、何やってんだよ、俺意味ねえじゃんって思ってたけど、でも大人になって思うよね。本当にあの時の経験があったから、こうして今生きていられるんだなって。さっきのさ、退職代行のニュースで、新卒で入った子がもう1年も経たずに辞めてってる傾向があるわけでしょ。多分だけど、自分の人生とキャリアを真剣に考えないと生き残っていくことができない世代だから、その入った会社の将来性がないな、成長できる環境じゃないなっていう風に早めに判断をして、それで辞める選択をしたんだと思うのよ、その子たちはね。で、別にその判断はいいと思うんだけど、ただ当然辞めた後の自分の人生は自分で責任取らなきゃいけないから、また次の職を探さなきゃいけないんだけど、でも次の転職先をいろいろ探してみると、実務経験3年以上っていう、そういう要件で募集してる会社が結構な数あんのよ。ってなると、もう3年以上実務経験ない時点で面接すら受ける資格がないわけよね。だいぶ入れる会社の数が狭まっちゃうっていう、まあ、積みたい実績だったりキャリアをなかなか実現できないような状況下に自ら覚悟して、まあ、辞めているとは思うんだけど、でもなかなか難しいところだよね。石の上にも3年って言葉、俺嫌いだけど、でもそこで3年頑張らないと次の転職で挑戦できない会社があるっていう現実、もうこれどうにかなんないかなとは思ってんだけど、まあ、正直みんなもう自分の将来不安ばっかだよね。結局自分で選んだ道を自分で正解にしていかないといけないから、不安と戦いながらも生きていくしかないんだけどさ。小学校の頃の話なんだけど、うちの学校で縦割り班っていう活動があって、小1から小6まで各学年1人ずつで構成された、まあ、班なんだけど、で年に1回ね、その縦割り班でみんなでそのカレーを一から作るっていう行事があったわけ。ちゃんと薪とかも組んで、で、まあ、その行事の前の週に縦割り班でみんなで集まって、誰が何を持ってくるかの準備を話し合う会があったわけよ。で、やっぱりさ、小1とか小2の低学年の子たちに重いもの持たせられないから、基本重いものは、まあ、小5小6である俺たちが持ってくのよ、鍋とかさ。で、俺その時小6でリーダーだったから、小1とか小2の子にはね、うちわとか新聞紙、軽めのやつをお願いしようと思ってたので、そしたらその班にいたね、2年生の男の子が、俺んちでっけえうちわあるから俺持ってくれよ、うちわとかってすごい張り切って言うわけよ。
可愛いじゃん。だから分かった、じゃあ A 君うちはちゃんと持ってきてね、でかいやつ頼むよっていう風にさお願いしたわけで、カレー作る日当日ちゃんと持ってきたわけよ。でそのうちは見んじゃん。そしたらさ、松潤のうちは持ってきたのよ、あのクソでけえやつ。わかるでしょ、あのジャニーズのコンサートで使ううちは。確かにね、 A 君が言ってた通りでかいうちわだったよ。すさまじく立派なうちわだけど、でも絶対使っちゃダメなやつじゃんそれ。俺はてっきりその電気屋さん行ったりするとさもらえるね、どうでもいいうちわを持ってくんのかなと思ってたから、まさかさそんな綺麗なおかごが印刷されたクソデカ絶対使っちゃいけないうちわを持ってくると思わなかったから、これ親に許可取ったのって聞いたら取ってないっていうわけよ。その子曰く顔が印刷された5枚のうちわがただ並べられてるだけで使われてないから、使ってあげた方がいいなと思って持ってきたっていうのよ。で多分その5枚って嵐じゃん絶対使っちゃダメじゃんそんなさ。だってキャンプで使ううちわだよ、新聞紙突っ込んでさうちわでパタパタすんだよ、絶対墨つくじゃん。でそれ持ち帰ってさ、みんな想像してみん、5人のさ綺麗な顔が並べられてあってさ、松潤の顔だけめちゃくちゃ墨ついてんだよ、もう絶対怒られんじゃん。俺やだよそんな。知らんけどさ、その2年生の子の親からさクレーム言われたりしたら、でもしょうがないじゃん、もう俺らの班だけうちはないとカレー作れねえからさ、火燃やせないし、だから使ったよ。で結局美味しいカレーできたよって食うじゃん。でそれで後片付けして終わりました。で最終的にね、その使い終わったうちはチラって見たら、もうあの若手芸人の罰ゲームかっていうぐらい墨のついた、もう原型とどめてない松潤のうちわが出来上がりました。